後、今年の3月2日、2回、2大会を記念さ、参加された方、評価の大会で、なるほど、今日もありがとう戦予定です、というものですね。今年もあと3戦です。よかったら来てねっていうコメントを残せますね。ゼッケン7番1分41秒521。さあ、続きましてゼッケン10番スタートしてきました。藤井選手がスタートしてきました。その前を走りますのが、清野選手ですね。9番清野選手、東京都の選手ですね。この選手 TBR6.7.5 で走ってます。ゼッケン8番1分36秒432。続きましてスタートしてきましたのがゼッケン11番渡辺選手がスタートしてきました。この選手は岡山県の選手、岡山県の選手、この町で走ってます。足利の町、さあ、すごいスタートしてきましたのがゼッケン12番の笹尾選手がスタートです。1分38秒432。